エルダゲームチャンネルへようこそ。今回も 2D ゼルダライクゲームのオーシャンズハートの続きをプレイしていきたいと思います。まあとりあえず海賊の砦がね、やっとカラス砦に侵入できるってところなんで、ここで一気に橋なしが進んでいくのかな。親父さんにまだ会ってないからね。ここなんだけどね、まあ、ここでどうなるかっていうとこだね。行こう。ぐっすり寝ちゃったな。ついにアルジャザーリ、わしの船を沈めた月を払ってもらう時が来た。奴が犯したその他の罪も償わせてやる。勝手に分かれるぞ。海賊は眠っていてもオートマタは動いているはずだ。おお。ぐっすり。あ、これ後で回収できるパターンかな。どう？やっぱダメ？あー、オートマトン、そっか。てか、なかなかハイテクだよね。うわ、いるわ。爆弾ね。結構爆弾を駆使する感じか。炎が早いよね。で、ああなるほど。そんな感じになるわけか。で通れるようになると、うわ、なんかすごい機械の鳥だ。いでぃ、チャッキーンじゃないのよ。あ、鍵ゲット。あ、通れない。うわ、炎ギミックか、厄介だね。ほい、切り替えて。これはちょっと、いやー、いるねー。これで下がってないよね。やっぱこれ全部解放していく感じか。右先行くと、いや、先に鍵開けちゃおうか。いやー、扉増えたな。うーわー、これは通れない。鍵いるね。うん、あの物がいるわ。よしよし、分かった分かった。置けるもの、置けるものだな。綺麗に避けたな。下からだね。はい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 。持てるわけではない。行こう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 。もうガンガン行こう。もうね、食らえるときはもう食らっていってね。うい。ただ一発が痛いなぁ。さすがにね。これ何？鍵？ああ、小さな鍵だ。いや、でも注意しないとなぁ。一発で、やられちゃうからなぁ。あ、これローリングできないわ。よくできてるね。いやー、左かなー。親切にね、回復アイテム置いてくれて。いやー、それさー、
マジで、マジで痛いよな。いけると思ったら雑魚がいたね、しっかり。あ、なんかなんか解放したで、ハッハー、だって開けてやったぞ、わしの力だな。あー、今行くぞ、待ってる、アルジャザーリー。もうね、画面がね、渋滞しすぎてね、よく分かってない。あ、え、これ戻らないといけないの。なかなか大変だな。海賊がいるっていう話だったからさ、すごいね、大量に倒せるのかなと思ってたけど、そんな感じではなかったね。これあれか、こうだ、ほい、20クラウン。これでも壊せる感じじゃないもんな。鉄球ではやれるけどね。え、爆弾でやれる？ん？あ、取れなくなった。ハメハメ多いね。壊れない。下の宝とか気になるよね。いや、結構さ、この鳥さん光線的なんだよな。といて、右側から行くか。いや、どうしようかな。左下、そうね、左下。地味に近づいてきて、あれ、これもしかして通れないパターン。やめて、そういうの。ここまで来てそれはやめて。あはー、あ、やった。結局。いや、おっぺーのいるな。よし、なんかすげえブンブン振り回してたけど、グレイルか。ボタンを押すと見境なく振り回し、敵だけでなく木や壁も破壊してしまう。へえ、ここに来て、あー、なんかすごい見覚えある。見境なくっていうのがいいね。あ、それは無理。まあ、ダメージ与えれるっていうよりかはって感じだね。破壊のためのって感じかな。鍵がいる。ここも鍵がいる。ああ、じゃあ今が鍵返し行くんだ、これを持って。おー。まず壊すと、まずこっちだね。あ、ローリングで楽していけるわ。おお、鍵ゲット。あったあった、よし、これで OK。
さあ戻ってきた。鍵は2つで、いやーこっち先かな。痛い、それ痛い。常にね、ダメージを受ける必要があるっていうのもなかなかだけど、ああ大変。あ、意外といいけど、よし、これで OK。 あー開いてないのか。また喜ばせてやらんといかんな。か。ほい、ポチッとな。よーし、馬車すごいぞとか言い出しそうだよね、あの手。あの手のじいちゃん言いそうだな。大丈夫かな。ちょっと回復しとこっか。プレイ、あ、捕まってるね。捕まっちゃってるね。アルダザナリ隊長。ネズミがもう一匹、悪いが俺には時間がないんだ。オートマトや穴掘り機を生息中でな。お前はモルスの仲間か。ええ、彼はあなたを捕まえに来たはずだけど、どうやら返り討ちあったみたいね。あ、ロボシャークの実験中、うっかりモルスの最初の船を沈めてしまってな。それ以来こいつは俺を懲らしめようと、躍起になってるさ。なんかそれが人生ってもんだ。どうやら戦いに興味ないみたいね。なら取引しましょう。私に協力してくれるならモルスを連れてここから出ていくわ。私は嵐の島を探しているの。あなた島の場所知らない？ああ、あの島か。詳しくは知らん。黒ひげがやっていることだ。評議会のアジトに行けば海図があるかもしれんな。評議会のアジトか。おい、話してる方が戦うよりも時間かかっているようじゃないか。ならば戦うのかい。うわー、卑怯すぎない？足場という足場を。そう、しかもね、これね、足場ねー。倒しちゃった。足場ねーって言ってたら。足場のやつにね、剣溜め中当たるとね、ヒット判定になるのよね。それが結構大変。おい、よくやってくれたな。こんなに強くなかったっていうね。あ、海図ゲット。いや、ちょっと待った。はいはい、見つかったか。海図があったらこのエリア見覚えはない？ナンパリーフだな。ここにはナンパした船の残骸が何隻も浮かんでいて、墓の船の墓場か。だがわしはそこに行けん。海賊族が多すぎる。もう復讐は果たしたからな。自分で行きます。ナンパリーフあたり来ました。まあ、ついでに武器とかフレールの強化もしてきたんで少しは楽になるかなと思うんだけど、このフレームがね爆発が邪魔すぎて弱体しちゃったんだよね。言えない攻撃はやめて。やば、なんか洞窟ある。あー、はいはい、灯台ね。灯台の効果がいまいちわかんないんだよな。隠し要素なのかもしれないけどね。入れない扉か。あ、でもなんか全部灯したらこれいけますよみたいな感じになりそうだね。お、やった。なんとなく来たら開いた。
斜めには打てないからな。うんと、ジャンプしてくれないもんね。うーん、じゃあ違う方法なんだろうな。あ、わかった。こうだ。いける。で、パン食っといて。だに。はい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 。で。はい、ドンして。だって、その貫通は効いてない。そっちのその貫通は効いてないね。やばいやろ。そうかそうか。なんか、ギミックがやらしくなってきたね。こっちもやらしい感じでやっていかないと。ちょっとしんどい展開になりつつあるね。ここ何？おお、洞窟だ。今こそじゃない？ほら、いて。フレーム様最強。あー、そういう使い方ね。ん？色合わせたいナズマが掘られてる。ちょ。よっしゃー。止めて処理。もうめちゃくちゃよ、これになって爆発なってから。マジでやばい、マジでカオス。あー、でなんか来たしな。強かったよねこいつ。あれか、稲妻のか。いてててて。弱いよ。弱すぎるよ。こっちが強くなりすぎたか。そして、稲妻。あ、会長の涙が強化されたんだって。周辺敵2体に頭上に落とすと。まあ、消費、そうだね。もともと強かったけど、さらにって感じか。ありがたいね。これは来て正解だ。まあ、勇者といえばなんか雷のイメージあるからな。正面何？あ、いて。痛い。あ、炎の魔法が付与された。矢が衝突すると炎が上がるぞと。アイテムゲットしたし、戻りますか。回復ね。回復ポーション買うといいんだろうけどさ、お金が手に入る方法がさ、やっぱ盗賊を倒すとかだから、ちょっとそのあたりがね、大変だね。お、海の墓場だって。これでいいのかな。でもこの子わかんないしな。これのギミックが出てきたってことはそういうことか。これ使えるようになるのかな。え、うそー、今なんで右下行った。あ、いや、吸い込まれてったな。おい、
やらしいね。めちゃくちゃやらしいな。エーテルボム。あ、動きを止めるボムだったんだ。へえ。え。あ、はい。強制送還です。はい。あ、上下どっちから行きますって感じだね。あれはやっぱ無理だよな。これ魔法の消費どうなんだろうね。どんくらい減るか見てなかったな、そういえば。痛い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 。常にライフがピンチ。いやー、それはやめて。あ、消費量は一緒ってことか。ギミックがただただやらしいんだよな。これ右か。まあ、こうでいいよね。ないもんね。よしよし。危なかったね。で、タッタッタッといって、アギー。え？アギー使うところあった？で、ここに流されてく、え、鍵？鍵あった。あ、そこか。あ、よかったよかった。だよね。よし、正面。お宝はあるか。開く系？敵強いんだな。こっちがノックバックしてるもんね。まず上かな。あー、でもこれは下からぐるってパターンか。いや、あれ船から出てきてこっちに来てる感じだね。なるほど。いやー、ちょっとその落ちるのマジでやばいやばい。たまに暴発してるのか。見えないところで死ぬのと、そのノックバックマジでやめて。やばいって、それはどうしようもないよマジで。ちゅうか、もう落ちるギミックしかないじゃん。マジで、いやー、最悪だな。
え、金も手に入らないからさ、回復アイテムも買えないんだよね。消費がでかい、消費だけがひたすらでかいな。やっぱ攻撃してもあれダメか。上から降りて、うわあマジか。はいはい、ハメ技。うん、ハメすぎなんだよな。無理。はい、一撃。一撃でやられるのやばいな。はい、一撃。やばいよね。だって一発でハートを6個持ってかれるってさ。成り立たんってゲームが。マジでちょっと。ないよ。ワープボルトのお守り見つけた。弓から光の矢を放つことができる。光の矢は敵や他のオブジェクトに思いがけない効果を与えると。まあ、力を消費すると。こういうことね。大変。いや無限みたいなもんだね。当たり判定シビアすぎ。よし、スイッチだ。これで先進めるかな。さて、鍵も回収できたし、中入りますか。そろそろボス来そうな気はするけどね。また入った瞬間攻撃してくるね。マジで見えないうちに攻撃してくれるのはやばいよね。卑怯や、卑怯やな。いったレバーか。しかもあれだね、このマップになってアイテム回復アイテム一切出ないね。なんかちょっと不思議だなと思ってたけど。出るかな。はい。
はい、ありえん。マジでありえん。ダメだってそういうのは。ああ、もうあんな無理じゃん。いやもう死んだ方が早い。斜め攻撃できたら楽なんだけどね。回復もないし厳しいんだよね。あ、またお前か。タイムで場所を突き止めるほどの人物は驚きはない。だが黒ひげに邪魔させんぞ。はい、無理。はい、無理。まず入ってきた時点で攻撃してくるとか。マジでマジでふざけんなってなる。忍者かな。いた。回復がないからただただ辛かった。いやー、ここのマップしんどすぎるよ。水没しかないもん。いやー疲れたー。もうあれ、これおやすさん。いや違う、法にゴールド。騒ぎを聞いて何かが起こっていると思って。俺は黒ひげの一等航海士法にゴールドだ。近頃は敵が多くなってきたようだな。海賊のくせに海を乗っ取ろうとしてるんだから敵が増えて当たり前でしょ。私は嵐の島を探しに来たの。そのために海賊全員と戦う必要があるならそうするわ。その必要はない。ついさっき嵐の島を見つけたばかりだ。オークヘイブンの子供が読めもしない古代の海図を持っていてな。黒ひげがそれを持って戻ってくると船長やクルーを総動員して島探しに行ったと。だが私は正直奴のことが心配だ。黒ひげは私の親友だ。ガキの頃から知っていてな。奴は優れた戦士でありリーダーでもある。だがオーシャンズハートの探索は奴を危険な愚かなことへと導いている気がするんだ。最初にオーサンズハートを手にした古代の海は傲慢になり、海への敬意を失ったため沈められた。私は黒ひげに同じ目をたどってほしくないのだ。さあこの海図を持っていけ。嵐の島に行くんだ。黒ひげがオーシャンを敵に回してしまう前に奴を説得してくれ。もうついに嵐の島に行けるって感じか。まあ嵐ってつくぐらいだから、ここのマップよりもひどそうな気はするよね。ちょっと辛くなってきそうだな。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方は、チャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。